カリストス一世は、ローマ教皇。その在位は、ローマ皇帝、ヘリオガバルス及びセベルスの時代にあたる。カリストス一世の対立者ヒッポリュトスは、カリストスの若い頃について、このようなエピソードを記している。それは、彼が元々カルポフォルスのある人物の奴隷であったという、ものである。ところが、主人の金を使い込んだ上、他のキリスト教徒に預けられた金をなくしてしまった。 そのためローマから逃げ出したが、ポルトゥスで捕獲された。再建者の取りなしによって何とか釈放されたが、シナゴーグでユダヤ教徒といさかいを起こして、再び逮捕された。今度は、サルデーニャのアラガネ山送りになるが、コンモデステイの愛人、マルキアの取りなしで救出された。体が弱っていたカリストゥスは、仲間のキリスト教徒に助けられ、教皇をィクトル一世の違いを得る。 次の教皇ゼフィリヌスの下で働いていた縁で、カリストスがその後継者に収まった。カリストスは井戸に投げ込まれて殉教したと伝えられているが、史実の裏付けはない。222年頃殉教したことは確かであろう。死後、アウレリア街道沿いのカレポディオのカタコンベに葬られ、旧世紀にテベレ川沿いのサンタマリアイントラステベレ教会に移された。それはこのサンタマリア教会が、 カリストスの準教地に由来していると伝えられていたからである。カトリック教会の聖人であり、記念日は10月14日。ありがとうございます。